子、今週もご挨拶しよう。元気か。ちょっとそういうはしたないことはやめなさい。元気か。やめなさいってば。まあバカをからかうのももうこの辺にしてゲスト呼べよ。はい、今日はねこの方ですよ、どうぞ。どうも、こんばんは。うわー、かっこいいライター。マッチだよ、ライターじゃなくて。わかってるよ、質問していいか。あ、どうぞどうぞ。お前あのスニーカー何足持ってんだ。あ、スニーカーですか。スニーカーの10足ぐらいですかね。そうか、ジーパンは。ジーパンは6本ぐらいありますね。そうか、ブラジャーは。ちょっとそんなもん持ってるわけないでしょ。ごめん、ふんどしは。高野さん、あのこのお人形さんどうにかなりませんかね。ごめんなさいね、もっと真面目にやんなさいよ。じゃあ、あのなんか最近面白いことあったか。そうですね、最近面白いこと言うといえばね、あのトシちゃんをね、あのディスコに誘ったんですよ。僕がトシちゃんディスコ行こうって、トシちゃんやだよ行かないよって言うんですよ。なんで。トシちゃんも、トシちゃん他にはなんだ。え、あ、他にもあるんですよ。あのね、トシちゃんがね、あの お金がなくてね、僕にお金を貸してくれって来たんですよ。おで、僕ね、なんて言ったと思いますか。なんて言ったんだ。あの、今ないから、今度にしてね。よーし、自分の名前が今度だけど、今度だ。他には。あ、他にですか。これは多分分かんないと思いますよ、そこまで読んでも。これは分かんないと思います。あのね、よっちゃんと僕あの飲み行ったんですよ。それから先どうなったか。わかるぜ。よっちゃんと飲みに行って酔っ払っちゃって、酔っちゃったって言うんでしょ。あの、僕コーヒー飲み行ったんですけど。